ジョン・ピーター・ゼンガーは、イギリス支配下のニューヨーク植民地で印刷業者、出版業者として活動した、ドイツ系アメリカ植民地人である。植民地総督を批判する新聞を発行したことで、逮捕、訴追されたが、陪審の無罪評決を受けた。この裁判は、後のアメリカにおける、報道の自由の確立に向けた第一歩を築いたものと、評価されている。 ニューヨークウィークリージャーナルは3月まで年が切り替わらなかったためであり、現在の暦では1734年である。前側の裁判の発端は、1731年8月7日に、ニューヨーク植民地総督に着任したウィリアム・コズビーと、その性敵である評議会議員、リップ・バンダムとの争いにあった。リップ・バンダムの弁護士、ジェームズ・アレクサンダーは、 コズビー総督の裁判干渉などを批判して、政治結社を結成し、宗教関係の冊子等の出版を行っていた、ゼンガーに接触して、週刊の新聞、ニューヨークウィークリージャーナルの発行を持ちかけた。その第一号は1733年11月5日に発行され、コズビー総督の選挙干渉に対する批判などを行った。 総督は新聞を配管に追い込もうと考え、その副審の首席裁判官、ジェームズ・デランシーが大陪審に、文書先導罪での正式起訴状を発布するよう求めた。しかし市民からなる、大陪審は、正式起訴状の発布を二度にわたって拒否したため、検事総長リチャード・ブラッドレイに略式起訴状を発布させ、 裁判所の逮捕状に基づいて1734年11月17日、ゼンガーを逮捕させた。しかし、ゼンガーが逮捕された後も、彼の妻アンナが、新聞の刊行を続けた。1735年7月29日から12名の、売死人が選ばれ、同年8月4日、ニューヨーク市役所で裁判が始まった。ブラッドレー検事総長による、 略式起訴状の読み上げに続いて、ゼンガーの弁護人、アンドリュー・ハミルトンは、検察側の予期に反して、ゼンガーが問題となっている、ウィークリー・ジャーナルを印刷、出版したとの事実関係は争わない旨述べた。そこで、ブラッドレー検事総長は、表現内容が真実か否かにかかわらず、文書先導罪が成立する以上、ゼンガーは有罪である旨主張したのに対し、 ハミルトンはニューヨークでの行為にはイングランド国王の権力を揺るがす危険性はないのであるからイングランド法の文書先導罪はニューヨークに直ちに適用されないと主張した。デランシー主席裁判官は前側ガーが問題の文書を印刷、出版したという事実を陪審が認定しさえすればそれが違法な文書先導に当たるかは裁判官の 法的判断に委ねられると述べたが、ハミルトンは、陪審員には法を不当と考えるときはこれを無視することができること。権力が乱用されるとき、真実を述べて、これを批判することは自由として認められるべきだと主張した。陪審は、表議の後、デランシー主席裁判官の設置にかかわらず、無罪との評決を下した。アメリカ合衆国憲法全文の起草者の一人、 ガバヌア・モリスは、前側ガーの裁判の半世紀後に行われた第一回、合衆国議会において、権利焦点の表現、報道の自由が提案された際、1735年の、前側ガーの裁判は、アメリカの自由の方がであり、後に、アメリカを独立に導いた、自由の明けの明星であると述べた。ありがとうございます。